じゃあそして最後にもうあの男の色気といえばそうですね藤原さんのまだ書いてないんだよ。えっ、ー、あのみんなと違ってすごくあの真剣に考えてるから真剣に考えてるちょっとこの人ディスり出した。今の気づいたんですけどそれってホワイトボードなんかじゃない俺を見ろっていうことなんですか。なるほどね。ほらだってでも男の色気でこれで十分本当だ本物の表紙とかになれるよねこれね。実際そうなんですよ笑顔ほら笑顔でしょすごいなかっこいい笑顔だ説得力がなにやりにやりかわいい回答がそこに、うん、さあ、書くか書かぬかで言うとですね、ちゃんと書いてますね、書いていただいてますね。ちゃんと書いてます。書いていただいてますがあと6分で、今日放送も始まるので分かりました分かりました、はい、行きましょうか。じゃあ自分を見て分かりました今、うん、あなるほどおいいですね。はい、はい、それでは、一気にこの中から回答誰が一番良かったか選んでいただきましょう。アンケートどうぞ。はい、これでもすぐ決めてくださいね、そんなに長く待ちませんよ、すごいな、部屋とワイシャツと私みたいな言い方って言われてますね。ヒゲとサングラスとシワ、うん、まああれですよね、だからヒゲとサングラスでシワ作ってタンクトップ着た上にスーツ着てネクタイガッてやってる状態でここにセクシー写真入れといてます、うん、ガッシュするか、怪我もするか、怪我しような。はい、じゃあそれではまとめていただいたので結論が出ました。結論はこちらです、どうぞ。チャカちゃん、おおおおおあ、木村さんだ、1位。すごい、圧倒的。すごい。おぉ。これはでもリアクションでも分かりますよね。そうですね。具体的に、あと、実行に移せますからね、男子。そうそうそう、そう。ヒゲとサングラスとシワは確かに、ヒゲっていきなり、うーんってやったら入るものなんですけど、ネクタイは追加できますからね、そうですね。ということで、木村さんが1位だったので、加勢局長賞は、嬉しい。加勢さん、本当にすごいですよ。加勢局長の原画に、榊原よしこさんのサインが入っている。すごい、これ。いいな、こちらをあの木村さんに差し上げたいと思います。そう、すごい、おめでとうございます。うわ、これはいい、何これ本当に嬉しいやつじゃん。素晴らしいです。素晴らしい。それをじっくりキャストの方に見ていただいている間にここで公安局からのお知らせをいくつかお届けいたしましょう。